ますよ。はい、右、左、それでもう 50% 以上できてますね。あと残りはね、手の出し方ですよ。右足が出るときに右手が出ます。で、左足が出るときに左手が前に出る。この繰り返しになります。これはちょっと難しいかもしれません。ちょっとやってみましょう。はい、右、あのね、結構有名な人も知らない人が多いんですけれども、右手と右足を一緒に出すって言ったらね、普通の歩く時と逆だと思っている人が多いと思いますけど、全くそれはね、物事を分かってない、ね、踊りを知らない人がいるけどね、右手が出る時に右足が出る、一緒に出るのは手が上から出る時に限りますよ。下から手が出るのであれば歩くときと同じような形になります。少し僕は歩いてみますのでね、普通はこう歩きます。手が上に上がっているところに歩くと下がっているところに歩くと、こういう形がなくてほとんどないと思います。これは少し難しいのございますから、今日は手を上げていただいて、それ以上上がらないぐらい手を上げていただいて、右足が出るときに右手の方を少し前の方に出す、そのぐらいの気持ち。そしてまた上に上げていただいて、左のところに左手を少し前に出して、それぐらいの気、前に出すぐらいの気持ちでいいですよ。じゃあ今日はね、全員手を上げていただいて、それから始めます。はい、行きましょう。はい、右から